ちゃんと手縫いで縫ってますっていう動画でございます。ライダーシリーズね、前回かな、前々回かな、なんかブツクサ言ってましたけども、やっぱりこうちょこっとだけ値段上げさせてもらおうかななんて思っております。ちょっとね、手縫い分だけ、まあ縫ってる距離がない長いアイテムでもないんで、ちょっとだけ。さあ今日はね、その手縫いとミシン縫いの違いっていうのは、まあ僕らはね、もちろん説明もできますけどね、こういうレザーアイテムを購入してくれる皆様はね、手縫いでもミシン縫いでもどっちでもできますよ、どっちにしますなんて聞くと、どう違うんですかって言われる方が8割9割9割5分かな。そんなに重要な問題ではないという感じが僕はします。まあ聞かれればね、これこれこうで、ああで、手縫いっていうのはこういうふうにクロスしてるから、たとえ切れたとしてもパラパラっとほどけていかないですよとかね、ミシンは切れたらパラパラとこうほどけが進んでいきますよとか、そんなことを説明もしたりするんですけど、そんなにね、そんなに重要な問題じゃないんだろうなっていう気がします。もちろんね、手縫いでやってくださいっていう人もいますけどね、で今日はじゃあこの手縫いのとミシン縫いの見分け方っていうのをやってみましょうかね。正直難しいものもありますよ。あれこれどっちだっていうのもございます。簡単な見分け方ねは、手縫いでも、手縫いってさ、例えばこう今こう縫ってるけど、中でこう糸がクロスしてるんだけど、このクロスのする方向を逆にしたりとか、中で結ぶようにくるりんって回したりとか、いろんなやり方があるんですよ。でそれによってこの目も変わるんで、あとはこの穴の形状もね、いろいろあるんで、そう、まっすぐにすることもできりゃ、ね、斜めにすることもできるし、だから手縫いをミシン縫いに寄せていくことはできるかな。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよって、動画で待ってよって待たせるのもどうかなと思うんだけど、ごくごく普通にですよ、普通に縫ったとすれば、まあ見分け方の一つだよね、一つほどいてみればもちろん分かりますけど、どっちがどっちだか。ミシン縫いは針の種類があって、表がまっすぐ糸がちょん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 とこういくようになるか、こう斜めになるかが大雑把に選べるんですね。こうひしめ打ちとかヨーロッパ目打ちみたいに斜めにタタタタと穴を開けながら縫うタイプの針もあるんですよ。で普通にこう僕のこの縫い方をすると、ミシン縫いじゃなくて手縫いは、よいしょ、えい、いや、こういうふうに、左が上になる。ね。左が上に。で、普通は裏はまっすぐになるんだけど、このポリブレードっていう糸で縫うと、左が上、左上の斜め。で、右は、右が上の斜めに、少し斜めになるのが普通です。
この糸はね、これがより糸だと裏はまっすぐになることが多いかな。まあそれもこの厚み入りだったり何だったりいろいろ要素はあるんですけどね。それに対してミシンで斜めになる針を使うと、表が右が上、これを見ればわかるかな。そうで裏はまっすぐっていうのが、だから右上がミシン縫い、左上が手縫いっていうのが一つの見分け方になるかな。だからこの左上の目が出てれば、あ、手縫いなんだねっていうふうに思ってもらって大丈夫かなと思います。ミシンでね、これはできないですよ。だから手縫いらしい、手縫いらしさって難しいよね。手縫いらしさってなんだろうって思うもんね。ぴっちりとさ、縫うテンションも一定で、もちろん穴も一定に開いてて、きれいに縫ってやって、ね、理想のステッチワークが出来上がったとしますよね。で、これがね、おそらくですけど、褒め言葉で言ってんだろうけど、わあ、すごいと、ミシンで縫ったみたいっていうね、のがあると思うんですけど、これってどうですかね。褒め言葉になってると思います？なんとも微妙じゃないですか、作り手の皆さん。でわー、手縫いっぽいねっていうのもどうだろうねって、ちょっと手縫いらしさってなんだろうってずーっと考えてますけど、僕も手縫いらしさって何っていう。だから僕は刺繍って糸をすごく多用してたんですね。最近このポリブレードばっかりですけど、刺繍って糸はミシンじゃ縫えないので、刺繍イコール手縫いってことになるんで、ね、手縫いらしいじゃないですか、もろに。でも、ね、それをね、こういうレザーアイテムを買ってくれる皆様がどう捉えるかというとね、僕ら作り手は刺繍なんていうものはよく知ってるけど、手に取ってくれるお客様がそれを知ってるか知らないかっていうね、ところですよね。まあアピールポイントにはなると思うんだけど、手縫いだからでもこう優れてるかとか、ミシン縫いだからダメだとか、そんなことは全くないわけで、それぞれ利点とかあるんだけど、まあ変わらないのは手縫いというのは時間がかかるので、その時間分お代を余分にいただくってことかな。で、手縫いはどんな糸でも縫えるのが利点かな。って思うんです、よいしょ。あといくつだろう。あと4つか。これ抜いて。まあね、なんだかんだレザクラの動画を上げてましたけど、次は何やろうかね。この後キーホルダーやんなきゃいけないんだよね。あ、バーノンのピュアホースオイル、どさっと入荷しますので、皆様よろしくお願いします。ね、もう前回のロットは全部出ちゃったんでお願いして、次のロットが入ってきたんだけど、上のラベルのね、色がちょこっと変わってますね。ほんとね、さらっと中に浸透して革の内部のね、潤いを保ってくれるのでいいっすよ、とっても。えい、
よいしょ。手縫いらしさ。そう、手縫いらしさって、皆様の手縫いらしさってどんな感じっていうのを教えてくださいませ。お聞かせください。ね、糸が太いとなんか手縫いって感じがするけどさ、ね、ぶっとい糸だって縫えますからね、ミシンで。まあ、調整は大変だったりしますけど。あと一個見分けるポイントがね、表と裏で糸の太さが違うっていうのはミシンだよね。あれ、でもそうとも限んねえか。ミシンと同じような糸の通り方を手縫いですりゃいいんだもんね。なんだかよく分かんなくなってきましたけど。手縫いらしさね。そうだから、まあ新入じゃないけど、これは僕はこのポリブレードを使って表がね、こう左上がりのステッチがこう手縫いらしいなって最近は思ってます。出来上がってすぐに出したいんだけど、ちょっと一日置こうかな。今日中にこれは上がると思います。でね、今回からね、こういうのアップするときに、よいしょ、これを、別のページでね、置いとこうかなと思ってます。ライダースミニ専用の、細いウォレットロープね、うん、この大きさでね、ごっついロープつけてもなんかおかしいじゃん。シンプルで細いもの、これだってこの幅があればそうそうね、そうそう引っ張っても切れないとは思うんだけど、いざって時体ごと持ってかれるような時は、これはカシメも一つだし、こういうとこからビチッとちぎれてほしいなっていうのがあるんですよ。危ないじゃないですか。やっぱりこういうものを腰にぶら下げてて、これなんかの拍子にポケットから落ちた時になくさないでいいんだけど、それがね、回ってるホイールなんかにこうガンとこうね、食っちゃったりとかして、巻かれたりとかした時に腰ごと持ってかれたりとかすると危ないでしょ。そうそう。なので、割と華奢に作ってます。いざという時に切れてほしいっていうのがあってね。かといって、普段使ってて切れてお財布がなくなっちゃうっていうのもなんなんだけど、だから、これを、硬い。買うときに、一緒にカートに入れてもらえばね、で、備考欄にでも、ハトメ追加お願いねって、まあ、これの商品説明に書こうと思うんだけど、ここに、ハトメをつけて、小判管っていうのをそしたらつけるんで、そしたらこれが取り付け可能になるのでね。追加オプションみたいな形で、そう、セットで売ろうとも思ったんだけど、まあ追加オプションにしとけばいいかななんて、そんな風に思っております。選べた方がいいもんね。またね、糸が長いんですよ。こんなに長くいらないんだけど、ね、下手の長い糸とはよく言ったもんでございます。まあ、足んないよりはいいけど、で、いつも長く取っちゃうんだよね。でもこのユーフェンのポリブレード、僕はすごい気に入ってるんだけど、まだまだ使ってる人そんな多くないよね。うん、まだまだメジャーっていうにはちょっと遠いかなと。そんで、ね、僕が頼むようなタイミングの、まあ分かんないだろうけど、いつ頼むかなんて、いいタイミングでこう、ね、リクエストくれたら、あ、でもブログとかにも書いてるもんね。
リクエストちょうだいみたいな。今まで結構見本帳も出てるんでね。で全色うちも仕入れてるわけじゃないんで、うちでない色で欲しいものがあったら一緒に頼んで、うちのラインナップを増やそうかなと思ってますけど。ブルーとかね、とかあのルファスコーヒーとかカーキとかはお客さんのリクエストで増やしたんですよ。でね、俺って色のセンスがねえのかなと思うんだけど、お客さんのリクエストで増えた糸って僕が最初に選んどいたやつより数出るんですよね。あ、俺のセンスがダメなんじゃんかってちょっと思い知ったりもしてますけど。そう、売れ筋の色ってありますよね、人気のある色っていうのは。ふう、腰がね痛いんですよ、腰が。今日あたり念入りにストレッチしよっかなーって。もうさ、これずっとここでこうやって仕事してるとすっごい運動不足なんだよね。うん、またコロナもあってね、本当にこう運動不足になってる皆さん多いんじゃないでしょうか。もうね、体重計乗ってないけどすげえ体重も増えたような気がします。今ちょっとダイエットしなきゃな。そうそう、皮つなぎも入らなくなってる気がする。まあまあいい値段するでしょ、皮つなぎなんて。だからそれをちょっときつめのサイズを買っとけば、切れなくなっちゃうと困るから、抑止力になると思ってちょっとちっちゃいの買ったんだけどね。でそれがバシッと入るまで、入るようになるまでダイエットして痩せたんだけど、暑い中着ないじゃん。果たしてどうなってるんでしょうか。全然抑止力になってねえって話です。お、雨降ってきた。そうそう、最近ねツイッターで結構政治絡みの記事とかをね見ることが多くてさ、まあまあ混乱してますよね。この日本だけじゃなくて世界的にね、世界的に本当にこう分断されてるというか。ね、右翼左翼なんて言いますけども、どっちも極端なのが多い気がするね。で、右翼っていうのはこう、なんていうのかな、すごく悪いイメージを持たれてる方も多いけど、それは左翼が作ったこうまんまと作ったそういうものに乗っかっちゃってるっていうような図式にも感じるし、で左翼ってこう平和的なね、反差別とか反原発とか言われることは多いんですけどね、今世界中でいろんなものが起こってるのを見るとやたら暴力的だなと思えることもあったりもしてね。どうなんでしょうね、そういうのってな。まあなるべくね、僕も政治的なその発言なんていうのは控えるようにしてますけど、たまにね勘弁ならなくて何か言ったりしますけど、よいしょ。
これはこの黙ってこれやってると、悪い評価つきそう。さあラス1でございます。これ糸とか最初に全部切っちゃう派です、僕は。よっ、せっかくここまで来たので最後まで付き合ってもらっちゃうかな。そう、なんか針を折るような話もちょっとしたじゃない？ちょっと前か。で、針にこのなんだっけ、シリコン塗るのも俺は塗るけどおすすめしないよっていうようなことも言ったでしょ。ほんと指先の力なんだよろうなってよいしょ、なんか思ってます、ね、初心者の方も、僕のところのこの動画はさ、チャンネルは初心者の方というより結構やられてる方が見てる印象が僕はあるんだけど、ね、なかなかこう爪の跡がついちゃうとか抜けなくてペンチで引っ張るとか結構で結果針が折れるとかよく聞くんだけど、ね、続けてれば指がペンチになりますんでね。そう、思い出すとやっぱり指先が痛いっていうね、指先がとっても痛いっていう、あとこういうとこね、が痛いっていうのをなんか記憶があるもんね。さすがにもういくら塗っても痛くなるようなことはないですけど、つまらん動画だね。よいしょ、えい、細めのオールでついたんで、これ結構硬い。よいしょ。これ抜けないからってこうグリグリしたりするよね。これグリ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 。だったら初めから穴を大きいのにした方がいい。深く刺しちゃった方がいいね。目打ちを。もうちょいもうちょい、よし、よいしょ。
ほいってな感じで縫い終わりました。叩いてなじまして、コバ磨いて、糸の処理して完成かな。でこんな感じでございます。もうすぐできるから待っててね。